ラジシャ比は、バングラデシュ西部、インドとの国境近くに位置する人口数で、国内第4位の都市である。ラシシャヒ比とも表記される。北西から南東へ蛇行しながら流れるパドマ川の左岸に南面する。面積96.69平方キロメートル、人口64万7545人。バングラデシュ西部地域の政治、経済、文化、交通の中心地である。 ラジシャヒカンクの管轄本庁及びラジシャヒ県の県庁所在地で特に絹製品が有名である。ラジシャヒがこの地方の政治の中心となったのはムガル帝国時代の1825年。約4 0トル東に位置するナトールに置かれていたこの地域一帯を管轄する成長が移された。すでにイギリス東インド会社の召喚が置かれ交易の拠点となっていた。 この地に、徴税業務などの役所も移転した方が、植民地統治に便利だったためである。その後、1857年に、セポイの乱が起きると、ラジシャヒには、ヨーロッパ人によって編成された、義勇軍の司令部が設置され、周辺の反乱鎮圧に当たった。1876年に、地方自治体となり、1991年に死に、昇格した。 周辺地域の土壌がクアの生育に適していたため、古くから養産業が盛んで、生産された繭は、ラジシャヒに集められ、ここでキートにされ、さらに絹織物に加工され、各地に出荷される。ラジシャヒ産の絹サリーは、バングラデシュは元より、他のイスラム文化圏においても評判が高い。その他、マンゴー、大地、米、小麦、砂糖、キビ、植物油脂原料、銃と、 インディゴなどの農産物の集散、加工が主な産業である。市内にはラジシャヒ大学とバレンドラ博物館がある。ラジシャヒ大学は1953年に国内3番目の総合大学として設立された。バレンドラ博物館は1910年に設立された考古学及び地域文化博物館。モヘンジョダロの遺物が豊富に収集されており、また、 16世紀から19世紀までのヒンドゥー教、仏教、イスラム教に関する興味深い遺物も多い。この博物館は無料で見学できる。首都ダッカエは自動車で270キロメートルの道のり、ラジシャヒ空港から空路で約30分である。鉄道は市内中央を東西に横断している。ダッカエは1日3便の特急列車が運行されており、 所要時間は約6時間である。ジャムナ川に橋がかかる前は列車と連絡線の乗り換えが必要であったため特急列車で約17時間かかっていた。人口数値は下記のサイトによった。ありがとうございます。